やってやろうという気持ちでいます。いや、まだあんまり喋れてないので、はい、まあたくさんコミュニケーション取ればいいかなと思います。まあ自分の今の現在地だったり置かれているものっていうのがとても明確になった大会じゃないかなと思いました。まあ、本当に大切な大会になりますし、まあ、まずは練習からしっかりとアピールして試合に出場できるように頑張りたいなと思います。まあ、目標にしている大会でもあるので、まあ、出場できるように頑張りたいなと思います。自分のこの身長を生かしたヘディングだったり、まあ、守備での対応だったりっていうところは自分の特徴だと思っているので、まあ、試合を通して、見せられるように頑張りたいなと思います。ありがとう。まあ、アジアの戦いが難しいっていうのは、まあ、全員の共通理解があると思いますし、まあ、その中でも僕もそうですね、直近で戦った相手もたくさんいるので、まあ、ある程度の試合は試合の流れだったりっていうのは、分かると思うので、まあうまく対応できればいいかなと思います。まあ一番理想といったら、まあ、今はうまく階段を上れてるかなと思うので、まあ、まずは A 代表で結果を残せるようになりたいなと思います。はい。まあ、正直あんまり一緒にやった選手がいないので、まあ、分からないところありますけど、まあ、練習を通して、はい、コンビネーションだったりっていうのは、はい、確認したいなと思います。まあ、オリンピックでは、まあ、守備の対人というところの大切さを知って、もっともっと伸ばさなきゃいけないなとも思いましたし、まあ、より相手が強くなることで、この能力というのも求められる世界だと思うので、まあ、一人の選手として戦えるようになりたいなと思います。ありがとうございます。大丈夫でしょう。